こんばんは。ようこそいらっしゃいました。ありがとう。スターダストレビューもおかげさまで25周年というのを迎えることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。なもんで今日はコンサートにあるまじき紅白の幕ですよ。みんな何が始まるんだと思ったでしょ。氷川きよしでも出てくるんじゃないだろうかと思った方もいらっしゃるかもしれない。今日は自分たちで自分たちをお祝いしてしまおうということでですね、この紅白の幕から始まったわけでございます。このツアーはですね、3月からね始まりまして、ずっと回ってきたんですけど、今日はですね、なんと恐ろしいことにテレビの収録があるということですね。あのさ、硬いよみんな、硬い。いや俺たちも硬いけどさ、だって NHK だもんだってな。NHK だよ。はい、それじゃあね、皆さんでまず最初に NHK の皆さんに、周りにいる皆さんにですね、いい絵、そしていい音、そしていいコンサートを撮ってもらえるように大きな拍手。はいね、そしてまたね、まさか今日カメラが入ると思わなかったという人ね、化粧を直してくるの忘れちゃった人とかね、来てはいけない人と来てしまった人とかね、早めに言わないとモザイクかけますから、ちゃんとね、そんなわけでね、今日は、25周年のですねライブということで、3月1日にリリースしたホットメニューをもってのツアーでございます。このホットメニューのアルバム、聴いていただけましたでしょうか。あれですよ、若干拍手の音圧が下がったような気が。下がりましたね。正直なとこなんですからね。正直、ホットメニューというアルバムね、あの25曲2枚組ね、お客様に選んでもらったこのアルバム、一体どの曲をやるんだろう。みんないろいろな気持ちでここにいらっしゃってると思うんです。今日はすごいよ。誰しもが考えたけども誰しもがやったことがないという前代未聞のコンサートをやろうと思いました。今回はこの25曲2枚組のアルバムをですね、全曲やります。おお、全曲です。しかもさらにさらに恐ろしいことに、アルバムの曲順通りをお届けするというね。あれちょっと落胆な感じがしましたね今ね。なんだよそうだった、家で CD 聴いてんのと同じじゃねえか、なんだよっていうの、そんな感じがあるでしょ。ところがどっこいですよ。いいですか、今回なぜそんな企画を取ったかというとですね、私たちが皆様にね、ぜひ聴いてもらいたい、知ってもらいたいことはですね、家で聴く、そして車の中で聴いている CD とライブの違いですよ。生演奏の違い、何が違うかってですね、歌詞が違いますからね、うちの場合はね。圧倒的に歌詞間違えたっていう人もいますけどね、まず歌詞が違う。そして何よりもですね、そういう先が分かっているコンサートってなかなかないでしょ。いいですか皆さん、こう普段ね、何気なくこう聞いてて、今この曲だから、次の曲はあれか、じゃあ今のうちトイレ行っていくか、そんなこともあなたが決められるんですよ。そしてガンガン乗りながらも、次の曲がバラードだよな、そんな予測まで立ってしまう。今までこんなコンサートがあったであろうか、いやありはしない、半語という使い方です、今のはね。ですからですね、今日はそんな感じで、ぜひ楽しんでいただきたいと思うんです。ということはマニアックなコンサートなの、初めての人はついていけないんじゃないの。どっこいちゃんちゃんですよ、そんな。いいですか、今日のこのコンサート、ホットメニューのコンサートはですね、もともとホットメニューのアルバム自体が25年もやっているスターダストレビューをまだ知らない人のために、あるいはスターダストレビューに対して見て見ぬふりをしている人のために、お客様が選んでくれた、スタレビ好きが選んでくれた25曲ですよ。ですから分かりやすい曲のオンパレード、そういう人にとっては今日のコンサートはまさに出会い系コンサート、今までなかったパターンかもしれませんね。ぜひゆっくり楽しんでいただきたいと思います。まあ、2枚組のアルバムでございますけども、今日はレッドサイドからですね始めさせていただきます。ということは1曲目はあれだな、もう分かっちゃう、すごいよね。まあ、コンサートをやってる時、僕らもそうです、いろんな人のコンサート行く時もそうですけど、チケットをねこう手に入れた時からもうコンサート始まってるわけでですね、何ヶ月も前から今日のこの日を待ってきてくださった方もいらっしゃると思います。僕らもですね今日は目いっぱい楽しんでいこうと思ってます。日々のねストレス、例えば学校、会社、ね、そしてまた育児などのですね、いろんなストレス全部ここに吐き出してってください、ね、
帰りにお返ししますからちゃんとね。返してどうする、返してどうするんですか。返しちゃダメだろ。そうですか。まあね、あの心の選択でもしていっていただけたらなと思います。今日ですね、テレビということでございまして俺苦手なんだよな。だから俺の大丈夫、少なくともみんな心の中で歌詞間違うなよってですねやり直しするなよとですね一緒に思ってね、多少歌詞間違えてもうんこれでよしこれでよしってね、寛大な気持ちで今日はですね参加していただきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。パー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 どうぞ。Keep you coming
先長いからね、まだね。私の作ったオリオンスター。Thank you、ロマドマリアット。Thank you。どうも、俺のバンド、Let's get it on。Shake it out, shake it out。Here we go, together now。続いては、マナルオマホルワ。続いては、マナルオマホルワ。Oh, oh, 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 oh,
どうもありがとう。次の曲はよかったら体を横に揺すりながらゆっくり聴いてみてください。ジャスミン3、4。どうもありがとう。改めまして本当にようこそいらっしゃいました。スタートストレビューでございます。
今回ねこのホットメニューというねアルバム、持ってのツアーということでいろいろな選曲には本当に僕らなりにね悩みがありましてですね、できるだけたくさんみんなに聴いてもらいたいなと思って、でどの曲とどの曲をやろうとかいろいろ考えてたんですけど、結局ねみんなに選んでもらった曲だし、どの曲も削れないな、どの曲も演奏したいなというところで、25曲全曲演奏という方になったわけでございますけどね、おそらく誰もが考えるねアルバム全部1枚やってみようとか思うんだけどもですね、なんと今回2枚組でですねそれを全部やろうっていうのはなかなかいないと思う。なぜならばこの2枚組のアルバムを全部やるとですね127分51秒かかるんだ。これだけで2時間8分だよ。通常だったらこれだけでコンサート終わっちゃうでしょ。ところがうちには大切な大切な MC があるんだねMC がねでしょ。私は考えましたよ、この MC の時間をどうやって捻出したらいいんだろうか、いろいろ考えました。今日はいろんなことをやります。ちゃんとついてきてください。例えばね、やたらと速いバラードをやったりします。すげえノリのいいバラードだったりするんだよ。しっかりついてこないとですね、置いてかれちゃいますからね。頑張ってついてきてください。さあ、それではこれより、バラードの風に移らさせていただきたいと思いますけどね。はい。ありがとう。最初にお届けするバラード曲はですね、愛しているの続きという曲でございます。この曲はね、1900年代に作りました。歴史の勉強してるわけじゃない。これは何年に作ったんですか？97年にねリリースした当初ね、なぜか、あの昼ドラね、お昼のドラマの主題歌に使われたこともあってですね、一部の奥様には妙に人気があったという噂話だけなんですけどね、別に話してもどうなるってことじゃないんですけども、そんな愛してるの続きという曲ね、そして続いてお届けするのがですね、1995年の作品で、二人という曲でございますね。二人、この曲はねよく結婚式で歌われるんです。僕もね友達の結婚式に頼まれてねこの曲歌ったことあるんですよ。でもあれですね、皆さんもそうだと思うんですけど、人の結婚式に行った時ってねこう何を喋っていいか分かんない時あるよね。一応こう出てってさ、新郎新婦のね関係を言ったりとか、なんたって僕はあのプロの歌手として呼ばれてますからね、どうやったらみんなにプロだって分かるんだろうなと思って考えちゃってね、そうだモクレアの涙でも歌ってみようかなと思って、会いたくて会いたくてこう歌ってるとね、前の親戚のおじちゃんとかおばちゃんがこううなずきながらね、会いたくて会いたくて人を思うええ歌やね、こう聞いてる。2番になってくると、この歌の主人公死んどるやないの祝いに来たのか呪いに来たのか分かんなくなっちゃったりするんだけどね、まあそんなバラードでございます。あのね、僕は僕のペースで話してるとですね、僕のやや右斜め後方でクスクス一人で笑ってるですねちゃんと仕事してくださいよここで一人でつぶやく人がいるんですよ、どうも調子くるんですよね。そんなわけでございまして、バラード2曲、お届けしますが、おそらく僕らの25年の中でですね、そう最初から聞いている方はそんなにたくさんいらっしゃらないはずですね。でもいろんな時期でいろんな曲で僕たちの、バンドに出会ってくれたんだと思うんです。そんな思い出とともに今日は楽しんでいただけたらなと思っております。それじゃあ、バラード2曲、まずは愛してるの続きからごゆっくりどうぞ。
しも二人がすれ違うだけで出会わなければどんな未来をどんな人生を誰と生きたろう。確かなものは何もなく抱えた夢さえ遠い。君を守り続けることを時々不安に変わる。たった一度だけの二人を生きるのならどんな迷いも残らず抱いてゆこう。時が過ぎればときめきもいつか穏やかになる。二人でいても寂しく思える。夜もあるがある。たとえわずかな永遠でもたとえ忘れ去られても、君と歩く今を未来を僕なら悔やみはしない。たった一人ずつの二人を漂せ合い、
どうもありがとう、愛している鈴木、そして、2人お届けいたしました。スターダストレビューのデビューが1981年の5月ということでね、ちょうどこの2006年は25周年の年だということでね、ツアーを回ってたりするんですけども、しかしまあ25年というのはね、僕らにとってはあっという間でしたけども、よく考えてみると25ね、生まれたばっかりのお子さんでも25歳になるわけですから、これやっぱ長いですよね。25歳って言ったらもう会社に就職して、いっぱしの仕事をねもう任されるような、年齢ですから、それは僕らもですねやっぱり変わりましたね。今回は僕たちはですね、毎回ツアーパンフレットを作ってるんですけど、特にライブというですね、ポイントに視点を当ててですね、パンフレットを作ってみました。だからライブで、綴る25年がですね、このパンフレット1冊こんな分厚いやつがあるんで、よかったらねちょっとご覧になっていただきたいんですが、これ見ると本当にやっぱり25年の重みを感じるっていうかね、変わるんですよ。アマチュア時代からの写真からね、2005年のちょうどこのツアーを、のリハーサルをやってる時の、写真まであるんですけどね、もう見ていくとね、まさにあの劇的ビフォーアフターですよ。これは誰ですか、もう鑑定士が必要になってくるからね、誰だこれはみたいなね。そんなね、あの25年のですね、それぞれの変化も交えてですね、今日はこれからメンバー紹介をさせていただきたいと思うわけでございますけどね、まずはね私からでございますね。私25年間で一番変わったところといえば、やっぱ身長ですかね。ずいぶん伸びましたよ。1年に1センチね、計25センチ、もう大きくなりましたよ本当にね。そっちから見るとやけに小さいボーカルの人だなと思うかもしれないけど、近くで見るとさらに小さいですよ。ぜひほっといていただきたいと思うんですけどね。根本さんってあれですよね、ほらジョン・レノン夫人の小野洋子さんに似てると言われませんか。あ、どっちかっていうと浅香光代とかって、まあどっちにしてもおばさん系に変わりはないなと思いますね。ボーカルギター根本かなめ、どうぞよろしく。続きましては高校時代からの私の友人をご紹介させていただきたいと思いますね。ベースの柿沼清様でございます。この柿沼清様とはですね、僕はもう30年の付き合いでございましてですね、35年ぐらいになりますかね。もうあれですよ、歴代のこれも知ってますからね。そうだこれ、まあ、俺も知られてるけどね、長い付き合い。一緒一緒。昔からもう、そうはもうバンド35年ぐらい一緒にやってますよね。やってますね。もうとにかく昔からね、スターダストレビューというか、まあバンドやってるといつもね、女性のお客さんの担当になるんだね、この人はね。女性のお客さんって言うとなんかホストクラブの人みたいだけどね、いわゆるアイドル系というやつだよね。デビューした時はね、スターダストレビューの光一平と言われてたからね。光一平知らない？反応薄ですね。そんなズケって私に言わなくてもいいじゃん。ならばね、時には光一平の光一平じゃねえや、スターダストレビューの堤大二郎という異名もさらに知らないですか。深いところに入っちゃいましたかね皆さんね。まあ要するにアイドル系ですよ。でも最近もアイドル系ですからね。最近はねスターダストレビューの杉涼と呼ばれてですね。何が杉涼かって言ってですね、体動かないんですけど目線だけでグーッ体動かないですよ。そんな、まあ、走ったの見たことないですか柿沼さんの。柿沼さんの足の裏は誰も知らないっていう話ですから。足の裏見たことないですから、だってすり足ですからね本当にね。この人ね、昔はね本当にね、僕はライブハウスとかでやっててもね、すごいライブハウスとお客さん近いでしょ、こうやって演奏してるとね、もう僕らほらこうシャウトとかしてね熱唱するわけですよ。あでもこの辺のお客さんどうだーって俺の方見てるかなと思うと、みんな柿沼見てたりするんだよ。君たち見てる方向が違うだろうと思ったりするんだけどね。それは昔です。今となってはね、もう存分にご覧ください。ご覧くださいっていうかね、見ててください。監視しててください。見てないと手抜くんですこの人は。本当に嘘じゃないよ。ね、毎年夏にね、香川県のね讃岐市というところでね野外コンサートやるんだよ。これね山の中腹ぐらいにねあるすごい素敵なこうコンサート会場なんです。で客席がこうすり鉢状になっててね、ステージを見下ろすとちょうどその下の方にこう海がバーッと広がってんだよ。瀬戸内海のねいい感じなんだよ。これたまにこうちょっとね夕日とかこうバーッと沈んできたりするわけよ。
こうなってくるともうね、お客さんもうっとりしちゃってね、僕もそんな時だからね、ちょっと昨日聞いた話をこうね、なんじゃらかんじゃらこう言うわけですよ。みんなこうね、静かにうなずきながら僕越しにこうやってずっとね、夕日を見てたりするわけですよ。ふっと気がつくと、こやつもお客さんと一緒に夕日見てたりするからね、こうやって俺はここで喋ってんだよ、これもんだよ。しかもあのベースアンプに肘ついちゃってんの、こうやって。お前関口博しかっての話だよ、本当にびっくりしちゃったね。今日はぜひ監視しててくださいね。ベース柿巻清志、ありがとう。さあ、それではね、そのお迎えにいるですね、白い異様な物体をご紹介させていただきたいと思いますけどね、パカシの林様ね、林様はですね、25年で変わったとこといえばね、額の広さですね。随分肥大してきましたね。増殖してるっていうんですかね。あのね、リアス式海岸のようにどんどん侵食されています。私あんなになかったんですけどね、ステージとかってね、照明とかバンバン照らすんで、時に眩しいなんてお客さんの意見があったりするんですけど、その7割ぐらいはあいつのおでこですから。そこまで光るかってくらい光ってますね。いつもより多めに光っておりますけどね。驚いたのはね、この間ね、あれだよ、山手線乗ってたらね、こいつのおでこでお化粧直してる人がいたからね。もうね、ファニーバカショー、ポーハイジー、はい、ありがとう。さあ、それでは後ろの列もご紹介させていただきましょうね。キーボードの添田ですね、僕らとはまだ5、6年の付き合いでございましてね、添田の25年前といえばまだ中学生だったっていうんだもんね。で、中学高校大学とですね、プロミュージシャンを目指してですね、いろんな勉強をしてきた。なんとですね、高校の頃はスターダストレビューの追っかけをしてたっていうんですよ。いつも楽屋に入る僕たちを見ながら手を振ってた。もう出会ってからね、誰も手を振ってくれませんでしたね。どこでちゃいましたかね。遅くなりましたが今日手を振らせていただきますから。ありがとう。まあね、高校大学といろんな音楽の勉強をしてですね、彼はいろんな、プロミュージシャンの、ね、バックをやってきました、古くはね、池田正則君とかね、沢田志子さんでしょ、それからあとカンちゃんとかね、最近はずっとね、浜崎あゆみさんのバックでキーボードを弾いてたんですけど、たまたま僕たちの手伝いに来てくれた時にね、すぐ鍵閉めて帰れないようにしちゃいました。絶対返さないですね、もうね、キーボード添田健治、はい、中央のドラムの方は最後にご紹介するといたしまして、その向かいのね、スターダストレビューのマッチョマンご紹介したいと思いますけどね、岡崎正幸、彼は、スターダストレビューの中では一番、ね、若手でございましてね、彼は彼ともまだ5、6年の付き合いですね、僕たちとしてはね、コーラスをですね、充実させようというところで、彼に来てもらったんですけど、まあ音楽好きということもありましてね、何でも楽器こなすんですよ、アコースティック、ギター、そうでしょ、キーボード、マンドリン、そしてサックス、ドラム、もう何でもやる、まさにマルチハードゲイン。あ、言っちゃった。あのね、まあ、ここだけの話ですけどね、彼はいつも楽屋にいるときにね、黒いパンツ一丁でですね、ずっとこう佇んでるんだね、腰に手当てて、こうやって何も微動だにしない。たまに俺が岡崎とかやってると、何ですか何ですかってね、パンツ一丁で近寄ってこられてもね、なぜか最近はパンツ一丁に革靴だけ履いてるっていう妙な言い方なんですけどね、アコースティックギター岡崎正樹。さあ、そして最後になりましたが、この中央に鎮座増しますこの方ご紹介したいと思いますね。あまりにも動かないおとなしいところから、スターダストレビューのお地蔵様という夢を取っていたから、最近では帽子をかぶってるがゆえに笠地蔵というあだ名になって、お賽銭を投げる人の数も数知れず。寺田さんの性格は未だによく分かりませんね。僕たちはもう30年以上の付き合いなんですけどね、最近になって彼の名前の下の名前が正美であることに気づきました。僕たちは意外と女性的な名前だったんです。本当に喋んないですよ。今まで人生の中で喋ったものを全部文章化しても、おそらくレポート用紙一冊で足りちゃうぐらいだと思うんですよね。例えて言うならばですね、ほとんど喋らない休館長ぐらい喋んないじゃん、それね、今日は果敢にも、
インタビューを試みたいと思いますね。ちょっと恐ろしいんで一回深呼吸してから行ってみたいと思いますね。どうなんですか寺田さん、今日はテレビ回るんでですね、国のお父さんとお母さんに手振ってみたりしてもらうと、どうなんですかっていうか、めっちゃ緊張悪いもん食べたんですかね、彼ね、まあ、ね、なんかきっと体の中で変わりつつあるところがあると思うんですけどね、まあ、今回はね、25周年のコンサートということで、せっかくだから普段のコンサートではできないことをやろうじゃないかというところで考えたのがですね、メンバーとデュエットのコーナーね、それぞれのメンバーとですねデュエットしていこうと思うんですね。普段は私がここで一人でベラベラ喋ってベラベラ歌うのは聞いたことないけどね、そんなライブなんです。今回はですねメンバーとデュエット、その第一弾が寺田雅美様でございます。ありがとうございます、ね。まあ、スターダストレビューのライブを何度かご覧の方はね、このステージの一番奥深いところでですね寺田さんが寡黙にずっと千切りしてるの見たことあるでしょ。千切りじゃないですよあれはね、ドラム叩いてる当たり前ですけどね。そんな彼が今日はですねドラムを叩きながら歌うということ、めったに見られないシーンですからね、とくとご覧あれということでね、寺さんにどの曲に行きましょうかって言ったらですね、このホットメニューのアルバムの中からもっとそばに来てね、これです。それじゃあ寺さんのですね、気合の入った、カウントから私たち始めさせていただきたいと思うんですけどね、一つよろしく。わ全然ダメ、もう、もうカウントというのはね、カウントっていうのはね、ただ数えりゃいいんじゃないよね。やっぱりね、ただ数えてるだけだったら羊数えて寝ちゃいますからね、これね。あのね、もう気合ですよ。ワン、ツー、なんだよ、それ。どこで入りゃいいんだよ、それ。だから、これは大げさな例でしょ。あ、ね、こういう気合の入ったことを寺田さんにもやってみてほしいなと。いやお願いしますよ。そうですね、全然ダメですね。あのね、こうオーラっていうんだよ、なんかね、歌いますあるでしょ。なんかほら、こう小林幸子さんが出てきただけでもなんかこうすごい歌が聞こえるんじゃないかって感じだよね。カウントの前に、そう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 、頼むよ本当に寺田さん。今寺田さんが声出さずに笑いましたよ。皆さん乗ってますよ今日は。ワン、ツー、もっとそばに来て、二人夜はこれから、もっとそばに来て踊ってよ、軽いステップで、あ
歌はいいんだけど、なんでギターしょってんだよ。そのひらひらの羽もなんだよそれ。弾いてないじゃんギター第一。っていうか。っていうかどうでもいい。寺田まさみ、オンボーカル。そしてドラムス、大林。おいしいですね。羽を落としていきましたよ。一体あれは誰だったんですかね。何がどうしちゃったのかよくわからないですけども、お、寺田まさみ、寺田まさみ今日は本気です。皆さん乗ってますか。 OK、 それでは寺田さんに導かれてもう一曲いきましょう。次なるデュエットはこの人、ただスレビューの秘密兵器といえばこの人です。一緒に名前を叫んでちょうだいね。ギミア K、 ギミア I、 ギミア Y、 ギミア O、 S、 H、 I、 K、 I、 Y、 O、 S、 H、 I。 Who are you?よし、歌うわこの曲、 Crazy Love。しまったをあなた。
全然それ。Say my name.
イエーイ。もっとでかく、もっと長く、イエーイ。Thank you. Come on, baby. 必ず戻るよ。またこの街にきっと横浜は待っている。みんながいるから。Oh, come on, baby. 今夜もあと震えてたるよきっと。Alright, 素敵に。どうもありがとう。どうもありがとう。大変盛り上がってるとこ申し訳ないんだけども、これよりバラードの部に入らさせていただきますね。みんなお座りになった方がよろしいかなと思うんですけども、どうもありがとう。今回なんでね、僕たちがみんなにね、選曲してもらったかっていうとね、25年もやってるといろんなインタビュー受けるわけ。それでね、そのインタビューね、大抵の人がね、スターダストレビュー25年間の間にさまざまなヒット曲飛ばしましたねと。え？ヒット曲？いやいや、一曲もないよそんな曲は。そんなことはないですよ、あれも知ってるし、これも知ってるし、これも知ってるし、これが大好きなんですよ僕は。それはあなたが知ってるだけで、別にヒット曲でもなんでもないから。確かにね、25年も歌ってりゃどっかで聴いてくれることもあるかもしれない。決してヒット曲じゃないんだな、僕らの場合はな。だけど何をもって皆さんはスターダストレビューの曲と、ね、認識してくれるのか、なんか何を僕らの代表曲と呼ぶのか、そんな曲を知りたくてですね、今回みんなに選曲をお願いしたということなんですけども、でも面白い結果が得られましたね。一番ね、得票数が多かったのがね、トワイライトアベニューという曲だった。これね、ありがとう。1983年の曲だよ。これはね、リリースした当初は誰も知らないよ本当に。僕はね、リリースした当初ね、隣のね、タバコ屋のおばちゃんに褒められたのが、それ最初で最後だからね、花見ちゃんいい曲作ったね、それ以来褒められたことなかったもんだって。それが二十数年経ってからですね、こうやってたくさんのリクエストをいただいたっていうことはね、なんか僕らのその後の二十数年が間違ってなかったなと思うし、そしてまた、そういうリクエストをもらえたことが一つの自信にもなったりもしたんですけどね。ここから3曲は僕らも思い入れもの強い、バラード曲をですね、選んでもらった、そんな曲を演奏してみたいと思うんですけど、最初にお届けする曲はね、追憶という曲だね。この曲はね、ありがとう。割とこう、なんていう、中途半端な握手はテレビ的に使いづらいかなっていう感じで。いいじゃないか。いやいや、どうなんだろう今のところはなと思ってね、まあそんなのね。ここで受かるよ、まあね。最初にお届けする曲はですね、悪いけどバラードだからこれね、ちょっと神妙な顔してくれる。最初にお届けする曲は、追憶という曲なんですけども、どっちにしろ使えないなこれはな。まあいや、これね、あれだよ、カラオケでよく歌われるよね。
あの皆さん歌ったことある方いらっしゃると思うんですけど、僕も歌います。負けじと歌います。誰が歌ってたら俺が本物だぜって感じで歌うんですよ。誰も気づいてくれた人がいません。でもっと恐ろしいのはね、これ歌うとね64点しか出たことない。どうして、誰が基準になってるわけ。おかしいよね。俺より上手い人が存在するわけ。言っとくけど俺がオリジナルだよ。それ分かんないよね。でよくあるでしょ、あのカラオケの機械でね、あなたもプロに挑戦みたいな感じでね、さて何点出るでしょうだかみたいなところでさ、であの画面もさ、こうやってお客さんがうわーとかスカウトの人がこう手挙げたりするような、そんな絵でさ、俺もさバーって熱唱した後さ、何点、ドルルルドラムロールがバーって始まって、こうスポットライトがうわーじゃん、もうすぐプロ、え今日はね、75点を目指して歌わせていただきたいなと思うんですけど、ありがとう。でね、続いてお届けする曲はね、トワイライトアベニュー、先ほど、言いましたね、一番リクエストをたくさんいただいた曲なんですけど、今日は、アカペラバージョンでご紹介したいなと思ってます。ありがとう。そしてもう一曲、この曲は1986年に、作った曲です。アルバムの中の一曲として、シングルにすることもなく、そしてアルバムで、ライブでたまに演奏はしていたんですけど、その86年の曲をですね、それから数年経ってから、映画監督の井筒監督がですね、ご自身の宇宙の法則という映画の中で使ってくださったんですよね。この宇宙の法則というのはね、結構重たい映画なんですけども、後半にね、ていうか本編中は一曲もね、音楽がないんだよ。そしてね、最後のエンドロールの中でこの 1% の物語が流れてくる。音楽はその曲しか使ってない。とってもね、ありがたい使い方をしていただいたんですけどね。それで数年経ってから、井筒さんにお会いした時にね、お礼方々そのお話をさせていただいたらね、井筒監督がね、こんなことをおっしゃってた。根本君ね、僕は自分で自分のことを一流の映画監督だと思っている。だから僕は一流のものしか使わないんだ。俳優も音楽も一流のものしか使わない。だからスターダストレビューの音楽を使わせてもらったんだよ。嬉しかったね、嬉しかったよ。井筒監督ですなんて出てくるわけないんだけどね、これね。そんな話になったらテレビ的に面白いかなと思っただけでね、ごめんなさい、何の脈絡もなかったんですけども。よくあるじゃない、そういう演出ね。びっくり何の話してたっけ。そんな曲でね、 1% の物語という曲ね、もう前半の話を覚えてたかどうか分かんなくなっちゃいましたけどね。というわけで、そんなわけで、思い入れの強いバラード曲をお届けしたいと思いますね。それではまずは追憶からごゆっくりどうぞ。しまえば友達にもなれない電話さえもかけられず長い夜が悲しい思い出の糸をたぐり、あなたをまた探してる。心から出て一人で眠ることができる、あなたに夢の中でもう一度触れられたら許してしまう。そんな
かして、愛が少しだけでもありがとう。
子いなら半分も気楽に暮らせるね。友達と呼び合う仲がいつか知らぬ間にそれ以上望んでた。 So you will be my love。 誰と出会う時もあなたと比べた。あなたを見つめてた。あ、恋する思いはなぜかいつも少しだけ回り道ね。あ、このままこの手を離さないでさまよう Twilight Avenue。 ときめく心のまま人知れず寄り添いたい。夕闇のブルーに紛れて今さまよう Twilight振らずに遠ざかる。
くつぶやいた。分かり合えない99は運命で、残り一つの物語に胸を焦がす。長く伸びた影にさよなら。どうもありがとう。追憶、それからトワイライトアベニューで今聴いてもらったのは 1% の物語。以上をもちまして、レッドサイドを滞りなく終わらさせていただきたいと思いますね。ありがとう。さて、これより、ホワイトサイドに、突入するわけでございますが、2枚組の CD という都合上ですね、 CD の入れ替えもございますのでですね、ここで皆さんには、10分間の休憩を取っていただきたいなと思います。先ほど申し上げましたようにね、パンフレットをねご覧になるなり、おトイレに行かれるなり、そしてロビーでくつろぐなり、ご自由に過ごしていただきたいと思います。私たちはすることないのでここでブラブラしてますんでね、適当に喋ってます。僕らの声はあのロビーでも聞こえますんでね、ぜひくつろいで、そしてまたね、パンフレットをご覧になっていただけたらなと思ってます。それじゃあ10分後にまたお会いいたしましょう。ごゆっくりどうぞ。休憩もしない、トイレにも行かない、パンフも買わないという、そんなあなたに私ここで暇にしてるんでですね、あのお話をさせていただこうと思ってるんですけどもね、あのあれだよ、あの今回この NHK のね、サタデーライブというやつでねオンエアするんですけどね、あのそれのね、番宣っていうの、よくこういう番組今度やりますよっていうのを収録するじゃないですか。ああ収録って、あの放送してるでしょ。であれもですね任されたんだよで、ね、この会場を使いたいんで、そこでね思ったんですけど、みんなにも協力してもらおうかなと思って、いや休憩だからね、休憩ね、休憩中やってるから、あのこれは自由参加です。特にね、僕らにとってあの大切な大切なアルバムとかパンフも売ってますんで、そこでね、あのあれを妨害しないように僕たちも進んでいきたいと思うんですけどね。だ、まあ、あのもうちょっと経ったらそれをねやろうと思ってるんですけど、とにかくでもね、あれだよね、こういう休憩って見たことないでしょ。今までね、休憩取ったらどうだっていうね、あのアンケートはいっぱいあったんだよ、あったんだけど、休憩するとただでさえ長いステージがさらに長くなるだろ。
みんな帰れなくなると困るからね。それでちょっとね、遠慮してたんだよ。ところが、まあ、今回は2枚組のアルバムだしね、ちょうど間もあるしいいかなと思ってねやったんですけど、でもやってみたら驚いたね。さすがにうちのお客さんですよ。普通はね、普通はってよくは他の人たちは知らないけど、こういう時になるとね、なんとかさーんって叫んだりとかさ、あとプレゼントとかって並んじゃったりするんだけど、いやだからいいんだね、うちはね、本当にね、このこういうお客さんがいたから僕たちは、今さら叫んだって遅いよ。こういうお客さんがいたからね、僕たちとしてはこういうね、ゆったりした休憩をね取れたりもするんでね。しかし不思議な光景だよね。今このライブに入ってきた人は、あれなんか事故でも起こったんじゃないかと思ったりするよね。なんでどうしたの、メンバーの人休んじゃってて、お客さんもなんでそんな幸せそうな顔してるわけ、びっくりしたよね。でもね、こういう雰囲気は見えたことないでしょ、僕たちだって見たことないんだよ。いいよ本当にもうね、皆さんのねこうお顔を見ながらね、はんはん、あの人は何も買ってないやとかね見えたりするからね、本当にこれは嬉しいもんだよね。今回ね、僕らのツアーをですね、このプチュレという化粧品のメーカーがねバックアップしてくれてるんです。それで、こういうねアルバムに見立てたねサンプルもお配りしてますんで、よかったらねお使いになっていただけたらなと思いますね。これホットメニューのジャケットさながらのものをねわざわざ作ってくださいましたんでね、これありがたいものです。そしてね、あとこれがね、さっき言ったパンフレット、すごいよこの厚さだよ。これでね、お持ちの方2ページ目をねちょっと開きになっていただきたいと思うんですけどね、持ってない人は隣の人見てね2ページ目、アマチュア時代っていうところにね、真ん中にこうモノクロの写真があるんですね。これが1979年にヤマハのポピュラーソングコンテスト、知ってますか、ポップコンってやつだね。あのポップコンでクリスタルキングの大都会に負けた時の写真何だったんですか、 T シャツね、本当にね、僕ね、いつもね今回 のステージで真っ暗の中にピック投げると危ないんでですね、明るくなってから投げようと思って2回を目指します。2回いきますよ、2回、腰どうよ、え、見えない、いった、おお、次こっち3階、けん制球けん制球おお、いってますよ、はい、岡崎くんね、はい、岡崎さんが来てくれてるのがね、今回のツアー T シャツでございます、ね、後ろをくるりと吹いてみていただくと、背番号のようにね、英語25周年がさりげなくプッシュプッシュという感じでね、ありがとう、お、脱ぎますかありがとうございます、その近寄らないでくださいよありがとうございます、ね、じゃあお茶も入ってますね、本当にね、なんでおそらくね、コンサートの歴史なんていうのはね、まだ50年ぐらいしかないと思うんですよ、僕ね。そのコンサート50年の歴史の中で、ステージ上でお茶入れて飲んでるのはこの人だけだと思いますので、休憩を勘違いしてる人がいますからね。じゃあさ、ちょっとこれで乾杯しながら、番宣を取らなきゃいけないんですよ。流れるのがね、ウェンズデイ J-POP という番組です。BS2 のね、8月の2日の、23時半から、23時59分まで、さすが NHK これ細かいね、23時59分まで5分ぐらい流れるそうです。今日の模様がこう短くなってですね、流れるんで、みんなでこういうのどうですか、NHK、ライブスターダストレビュー、違うや、違うなんだろう、BS ライブ、 BS ライブじゃない、なんて言ったらいいんだろう、スターダストレビューライブ、あ、 NHK スターダストレールスター、え、 NHK スターダストレビューレビューライブ、みんなで見てねーっていうのよくあるじゃんか、みんな見てねーっていうのね、これいい、
カメラこっち、ちょっとね、あの NHK スターダストレビュー、スタなんでスターダストレビュー、スターダストレビュー、スターダストデビュー、スターダストレビュー、ん？そうね、ああこれね、あすいません忘れてたね、これあのこれから番宣を取りますね、じゃあみんなあのコップ持って抱えてね、これね。じゃあの一応25周年ということでですね、スターダストレビューの皆さん、一緒に乾杯です。おめでとうございました。ありがとうございます、ね、ウェンズデイ J-POP をご覧の皆様お元気でございますか。スターダストレビューでございます。今スターダストレビューはですね、神奈川県のですね、とあるホール約2万人の方を集めてですね、ライブが行われております。さあそれではメンバーの皆さんもね一緒に来て、ちょっと兼業コップで、失礼いたしますが、これよりですね番宣ということでございまして、皆さん見ていただこうということでございまして、あの、ね、皆さんと掛け声よろしくお願いしたいと思います。それじゃあテイク1でね、ダメだったら2テイク2いきますよ。それいきます。 NHK スターダストレビューライブ、みんなでイエーイ。あね、きっと見てねーの後にシーンとするとすごく寒い気持ちになるでしょう。今みんなそうだったよね。あね、見てねー、うわーなんかわーって盛り上がるっていうのいいような気がするんだよね。テイク2です。はい、じゃあテイク2です。うん、いきますよ。いいですか。はいはい、お化粧直さない、お化粧直さない、大丈夫ですか。はい、いきますよ。よいしょ。NHK 誰だ笑ってんの、ほら。ウェンズデイ J-POP でいいんだよね。はい、ウェンズデイ J-POP をご覧の皆様お元気でございますか。スターダストレビューでございます。8月19日に僕たちのライブぜひご覧になっていただきたいと思います。NHK スターダストレビューライブ、皆さんでイエーイ。あのさ、今思った、テイク3やっていい、テイク3。あのさ、今思ったんだけど、見てねーって後に全員がうおーって立ち上がるの、すごいすごい怖い雰囲気になると思うんだよ。立ち上がってうおーって言うので、なんだろうこのライブはと思って、もう知らない人は絶対見ると思うんだ。うん、見てねーって笑顔で言った後うおー、やってくれる、やってくれる、上もね、よし、大丈夫、気合い入れてね。さあスタートするレビュー、今日は35周年じゃねえ誰がそんなにやってるんだよ誰がそんなにやってるんだよいつの間にそんなにやってんだよ私。さあというわけで今日はスタートするレビューはですね、とある神奈川県の秘密の場所で2万人の皆様を集めて、コンサートをやっております。聞こえますか、聞こえますか。というわけで Let's say J-POP、 ぜひ僕らのライブご覧になっていただきたいと思います。8月19日というわけで、シュプレヒコールはみんなで、 NHK スターダストレビューライブ、みんなでイエーイ。大きな拍手ありがとうございます。まあ座ってくれ、おっかねー、すごかったよな、すごかったよな、すごかったのだよな、すごい、すごいよな、あれゾッとするな。あ、なっちゃった、あ、なっちゃった、まだいっぱい喋りたいことあったのに、あ、なっちゃった。これから2部が始まります。またね、あなた付き合ってくださいよ。